こんにちは、レイセンです。今日は4月22日水曜日になります。絶食738日目、フルータリアン実験は25日目です。天気は晴れですね。ちょっと肌寒いけど今日で、現在時刻は午後1時15分ぐらいってところです。で、朝まあフレッシュジュース、いつも通りですね。甘夏と、あと、なんだっけ、名前、あれ、なんか、なかなかね、頭に定着しない、このスイートスプリング、この名前、ほんと変えてほしいね。なんか、別の名前にしてほしいね。うん、まあ、もう、変えないけどね、うん、もう時期終わっちゃって変えないけどね、スイートスプリング。まあ、今ある分は、使っちゃうもんで、甘夏とスイートスプリングでフレッシュジュース、今日は朝と晩で作ろうかなと思ってるところです。で、あとはグリーントーヤとか、まあ、冷蔵庫に入ってるものを消化していく。で、有機豆乳がちょっと余っちゃうと思うもんで、一回買い出し行って、まあ桃ミックスとかあのあたり買ってこようかなと思ってるところです。そしたら、絶食738日目始めていきます。今日もフレッシュジュース作っていきます。まずこれ甘夏だね、2個。これで、603g。で、あとスイートスプリング7個だね。1個ちょっと腐り、ちょっと上の方が腐ってきてるけど。7個で、794g。合わせて 1397g。まあ 1.4kg ってとこです。したら作っていきます。スイートスプリング皮硬いけど、爪がしっかりしてたらそのまま剥けないこともないね、うん、そのままオレンジカッター使わずにね、うん、普通に爪がある程度しっかりしてたらね、そのまま剥けるね。これ短く爪切っちゃってる人は剥けないかもしれないんで、そういう人はオレンジカッターだね、うん、オレンジカッターか、まあ、ムッキーちゃんとか、ああいうのでもいいと思うけど。ムッキーちゃんだと、うん、皮むくときにちょっと汁がいっぱい飛び散るかな。900だな。900ってとこです。したら、これ飲んでいきます。
ちょっと買い出し行ってきます。あのモモミックスだね、野菜生活100の、あれはまあ2本ぐらい買ってこようと思うんで、まあそれだけだけどね。したら行っていきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250。これが開封してから結構経つんでね、大丈夫なのか、まあ大丈夫だと思うけど。免疫豆乳を250。したらこれ飲んでいきます。あ、唐辛子入れようかな。粉唐辛子9回回して、で七味9回回して、でブラックペッパー9回したらこれ飲んでいきます。次、あのモモミックスですね。カゴメ野菜生活100、モモミックス720ミリ、これ飲んでいきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250ないかもしれない。もうあるだけ、あるだけ入れとこうかな。200ぐらいかな。まあ200だな。したら雪豆乳も200でいこうかな。で400。これでグリーンスムージーは消化しきれたもんで、あとこの雪豆乳だね、残り全部。まあマンゴーサラダがあるもんで、マンゴーサラダで割ろうかな。したらこれ飲んでいきます。東丸のうどんスープですね、これ1袋と、あと水250ですね、作ったんでこれ飲んでいきます。次入れていきます。マンゴーサラダを300。まあお腹はそんな減ってないんだけど、もう消化しちゃいたいっていうところで取る。雪豆乳200、全部消化できたら明日からはフレッシュジュースと塩水だね、それでやっていこうと思うんで。まあうどんスープとかはあの取るけどね、やっぱあんまり口がちょっと甘ったるくなった時はね。したらこれ飲んでいきます。で次入れていきます。マンゴーサラダを200だな。これでマンゴーはもう完全に消化、あとは有機豆乳だね、有機豆乳だけ。200なんで、どうしようかな。100だな、有機豆乳100。したらこれ飲んでいきます。すぐ飲んじゃったんで次作っていきます。有機豆乳をあと残りあるだけ。まあ200だな。でもうミックスでどうしようかな。500か、500だな。あ、500じゃないわ、300だな。300入れて合計で500。ちょっと、したらこれ飲んでいきます。あとまあ残ったやつはそのまま元気で取っていきます。
で、ウエスト測っていきます。正面と側面と背中、69.5 ですね。で、血圧測っていきます。115-82 です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は8時間半ほどとってます。今日も寝すぎだね。ちょっとね、わずかに偏頭痛が出そうな雰囲気があるってとこです。今まだ調子まだ悪くないけどね。で、翌日の深夜0時半から午前4時までの3時間半と、午前4時半から7時までの2時間半、午前7時半から10時半までの2時間半、合わせて8時間半ってところです。まあちょっと割と大体でつけたところがあるんで、また動画の編集作業中に確認して、まあちょっと違ってたら変更を加えるってとこですね。で、ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなしです。日中の室内温度、午後1時ごろ計測で21度。湿度は 29% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 2640ml、豆乳が 950ml、果物ジュースは0です。で、果汁、午後1時半ごろ、甘夏 603g、スイートスプリング 794g、で、合計が 1397g。できたのが 900ml ってところです。まあ、1.4kg で900ってところですね。で、水、今日 1150ml 取っています。合計が 5640ml。水1150のため実質は 4490ml です。なので今日は 4.5 リッター絶食です。まあ今日はね、いい、まあこれで別にいい、というか冷蔵庫のものを全部もう消化しちゃいたかったもんで、割と無理して取ってるんだ。まあ別にそんなお腹も膨れてて欲しいわけじゃないけど、まあ作って飲んだっていうところがあるもんで、かなりね、でもね、まあこれでいい。実際こんなんいらないんだよ。こんなんいらなかったんだけど。まあ、消化して明日からフレッシュジュースだけでやりたいと思ってたもんで。なんで、まあちょっと無理して取ったってとこです。で、活性液は今日はなしです。塩ヌチマースは 9g 取っています。みかんの皮ペーストも今日はなしです。香辛料がグリーントーヤのね、グリーントーヤに9回ミルをガリガリやって入れたってのと、あとうどんスープにも香辛料ちょっとだけ入れてます。まあ1回だけだな、1回だけガリガリガリって1回だけ回して入れてる。この時は粉唐辛子と七味だけだな、うどんスープにはね。まあそれだけ入れてるってとこです。醤油は今日は使ってません。で、きな粉は 140g、 スタイル1の140g で1袋で100円のやつだね。あれ1袋だけ今日使ってるんで 140g で、スープはうどんスープを1袋これ取ってます。で、今日まあ野菜ジュースに関してはマンゴーサラダと、あと桃ミックスだね。桃ミックスはペットボトル2本、720を2本使ってるんで。で、あと豆乳だね。豆乳に関しては有機豆乳をなグリーントーヤにも入れてるし、あとマンゴーサラダでもトーヤミックス使ってるし、桃ミックスでもトーヤミックス使ってるんで、まあ、その辺 で、まあ、使い切ったってとこです。で、水に関しては900の塩水1本と、あとうどんスープで250使ってるんで、そこってとこですね。まあそんな感じです。尿回数12回出てて、濃さ薄め、かなり薄め、ほぼ無色、完全無色と、まあちょっとばらける感じで出てますね。量は平均的な量の時と少ない時がありました。大便が今日1回出てます。午後8時15分ごろ、色は少し黒っぽい褐色です。で、ソフトクリーム状で200ミリぐらい、200ミリ、まあ200ミリ、ソフトクリーム、あ、じゃあ200ミリリットルぐらい、まあそうだね。まあ大体だけどね、150よりも多いかな。なので割と多かったんだよ、今日出た量が、意外にね。
で柔らかめで匂いはそこそこありってとこです。おなら時々ありで匂いは少し臭め。まあ昨日よりは少ないかな。やっぱ便をね出すとおならの回数減るんだよ。ぐんと減るんだわ。だけどねしばらく経つとまたちょっとね増えてくるんだよ。おならが増えてくる、時間経つとね増えてくるんだわ。やっぱ完全に下痢で洗い流しちゃわないと治らない、便だと中途半端に残るもんで、全部便出す時って全部か腸の中に入ってるもの、大腸の中に入ってるもの全部流すわけじゃないから、まあ大腸小腸含めてさ、だから部分的にね、もう下の方に来てる部分的な便だけを出すもんで、残ってるところにもガスを発生させる要因っていうのかな、それがまだ残ってるから、便を出した直後はおならの数は減るんだけど、また当然ねガスを出す元っていうのは残ってるもんで、時間経つとまた出てくるんだよね。やっぱり塩水できれいに腸の中をもう洗い流しちゃって、下痢としてドワッと出さないと治らないって思ったね、間違いなくね。まあそんな感じです。今日の計測時刻は正午12時頃に計測しています。昨日と変化はなしですね。昨日と同じ時間に測っています。体重 59.15kg、 昨日に比べてマイナス 0.05kg の減少です。まあ体重はほぼほぼ変わってないという見方でいいと思います。 BMI は 18.7 で変化はなし。体脂肪率は 12.3% でマイナス 1% の減少です。なので体重全く変わってないんだけど、体脂肪率はドーンと落ちてるんだよ。面白いね。だこの辺きなこじゃないかなと思う。きなこ今日1袋しか取ってないもんで、あれもうたくさん2袋とか4袋取ってたら上がってたかもしれないけど、まあきなこの量が少ないもんで、1袋ぐらいだったらやっぱ落ち、まあいい感じで落ちてるかもしれないね、これね。どこまでどっか、多分どっかで下げ止まりが来ると思うんだけど、やっぱきなこは1袋まで、1日1袋までにしとくといいかもなって思った。全然ないとね、やっぱちょっと楽しめるものもないとつまらないっていうのがあると思うから、おやつ的なものっていうのかな、ちょっと口を楽しませるっていうのかな、感触っていうのかな、そういうものがあるとないじゃ全然違うもんで、まあそういう面できな粉はまあ取ってもいいと思う、っていうか取った方がいいかもしれない、むしろね、飽きるまではね、でまあ一袋ぐらいだったら体脂肪率そんなに増えるわけじゃないなってと。もうまあ今日の感じからしてね、まあ 1% 落ちたのはでかいね、 1%。 で血圧115の82、最高血圧マイナス8、最低血圧マイナス2なんで、血圧も下がってるんだよ、いい感じに落ちてるね。で脈拍71でプラス2、ウエスト 69.5cm で 1cm の減少です。まあ脈拍がそう変わってないのがまあ気になるけど、ウエスト 69.5cm、 まあ1センチ減少はでかい。やっぱで体脂肪率も 1% 減ってて、ウエストも1センチ減ってる、まあ、体重変わってないのにね、やっぱ脂肪が落ちてるんだな、これやっぱきな粉をまあ一袋ぐらいあまり取らないようにすると、体脂肪率、まあウエスト周り、まあこの辺は落ちていくってとこですね。で今日の気づき、まあ別に今日気づきっていう気づきもない、まあ今日は単純にそのもう消化しちゃって、冷蔵庫の中を空に開けちゃって、で本格的にねフルータリアン実験の準備にまあしたっていうとこですね。とにかく開封したままの状態が残ってたら実験始められないもんで、フルタリアン実験ってことはフルーツだけでやるってことなんで、フレッシュジュースだけでやるってことなんで、そうするともう何日間も取らないっていうか、他のものは取らないっていう形になると、な普通のだからグリーントーヤとかさ、ああいうの取らないって形になると、開封したやつがどんどん悪くなっていっちゃうもんで、まあそこは気になっちゃうよね、どうしてもっていうのがあるから、まあ綺麗に消化してからやりたいっていうのがあったもんで、でまあその消化のために今日はちょっと無理して取ったってとこです。まあそんだけなんだよね今日は。だからグリーントーヤとかもまあ取ってるしね、でマンゴーもマンゴーサラダも全部消化した。
もう冷蔵庫はないんだわ。有機豆乳ももうないし、あと他の野菜ジュースもないし、グリーントワイヤーもない、当然。まあそんな感じになってるんで、ようやく始められるってところです。うん、まあどのぐらいできるかなんともだけどね。どうしてもやっぱ欲しくなったらまた買いちゃうけどさ、うん、あの食に意識がねあんまり向くようだったら有機豆乳取らないとっていうのがあるし、有機豆乳かあるいはきな粉でもいけるかもしれない、同じ大豆だもんで。なので大豆類取ったらあの食に意識は向かなくなるっていうね、まあ、その可能性は高い。有機豆乳は間違いないんだわ。有機豆乳で1日1リットル飲むともう食に意識向かなくなるもんで、なんかあれ食べたいこれ食べたいっていうものが出てくるんだよ、やっぱり絶食してると。その出てきた時にあの豆乳ね、豆乳を1リットル飲むともうそれで食に意識向かなくなるんだわ。まあさらにあのずっと毎日ね有機豆乳1リットル以上取ってると、まああの動物性のものとかね気持ち悪いと思うようになってくるよ、うん、あんなんようみんな食べるなっていう思うようになってくる。だけど有機豆乳取らなくなると急にね欲しくなるんだわ、食べたい、あカツ丼食べたいなみたいになってくるんだわ。あタンパク質の問題かもな、ああいうタンパク質、動物性のタンパク質とか、有機豆乳取ってたらあのタンパク質は賄えてるもんで欲しいと思わなくなるのかもしれないね。だけど有機豆乳取らないとタンパク質が欲しいっていう風に体が求めて、その結果カツ丼食べたいとか肉類食べたいとか動物性のものが欲しいっていう風になっていくっていうね、まあそういうことかもしれない。まあ逆に言ったらあの豆乳取ってればいいわけだもんで、そしたら動物殺さなくてもいいわけだよ、うん、そんなグロいことしなくていいっていう、ね、そういうことだよ、うん、やっぱ動物でも殺せばやっぱり心のどこかではやっぱ罪悪感っていうのが芽生えちゃうもんで、その罪悪感はあの死を招くっていうかな、死とか不幸を招いちゃうもんで、なんか結果動物性のものを取ってるとやっぱあの病気になったりも当然するし、不幸を招くっていうのかな、不幸を招いたり死を招くっていうのかな、どうしてもそういう方に行っちゃうんだよ。まあ、あの気にはしてなくてもやっぱ動物を殺したっていうこの結果だね、自分が食べてるっていうことは動物を殺すっていうことに加担してるってことだもんで、加担してるってことは自分が殺してるっていう風にやっぱりどうしても認識しちゃうから、そうすると罪悪感が芽生えちゃうんだよ。罪悪感が芽生えちゃうとやっぱ死に近づくっていうかね、 死とか老化をもたらしちゃうし、不幸をもたらしちゃうもんで、病気ももたらすし、だからあんま良くないんだよねやっぱり、うん、その人に良くないんだよ、うん、そう食べてる人にね、うん、肉を食べてる人に、本人はいいとか言ってても見ないようにしてるんだけど、心のどこかではやっぱり罪悪感っていうのが溜まっていくんだよ、溜まっていっちゃうもんで、結果的にその人は不幸になっていっちゃうかな。だからやっぱり食べない方がいいっていうか一番いいに越したことはないんだけど、だからどうしても食べたくなるっていうのがあるんだよね、肉をね。だけど有機豆乳を取ると、有機豆乳に限らないけど、まあ豆乳だね、豆乳を取るとその欲しいと思わなくなるから、むしろね気持ち悪いと思うようになってくるんだ、ずっと取ってるとね、有機豆乳ね。なんで豆乳は飲んだ方がいい、1日1リットルできたら飲んだ方がいいってとこです。なんでまあ豆乳に限らず、もしかしたらきな粉もいけるかもしれないから、うん、まあ今後ちょっときな粉もね欲しい時は豆乳じゃなくてきな粉の方を選んでみるとか、まあいろいろ試してみようかなとは思っています、うん、とりあえずはフレッシュジュースだけ、フレッシュジュースだけでやる。明日からね、明日から。まずは、いきなり 1.75 リッターでフレッシュジュースやるのはちょっとしんどいと思うんで、うん、なんで、まあ、ちょっと3回ぐらいね、1日2回じゃなくて、1日3回ぐらい明日はね、作って、で、フレッシュジュースちょっと多めで、まあ、こなそうかなと思ってます。作る量をちょっと増やしてね、うんうん、でどうしても口の中が甘ったるいよってなった時はうどんスープだね、うどんスープを取る、まあ、そうするとバランスが取れるもんで、塩気と甘さとのバランスが取れるもんで、それでやる。で、まあ、どうしてもちょっとなんかおやつ的なものが欲しいよってなった時は一袋だけね、スーパーに買いに行く。あんまりたくさん買うとたくさん取っちゃうもんで、どうしても一袋だけ買えば一袋です、まあなんとか済ませられたりするから、
でまあ他のものどうしてもあの職人意識が向いてしょうがないっていうふうになったらまあ有機豆乳買ってくるけど、なるべくそのまあきな粉でしのぐっていうのかな、そんな感じです。一応そういうふうにやっていこうと思ってます、今のところね。それで様子見るで、まあどうしてもこれが必要だっていうのが出てきたらあのその都度な考えるけど、あとあのミックスナッツペースト、ミックスナッツパウダーか、ミックスナッツパウダーとか、あの辺もまあたまには取ってもいいかなとは思ってます。たまにはね、というか いつも同じだと飽きちゃうもんで、まあその辺考えてるところです。なんで本格的に明日からね、明日からはフレッシュジュースだけ、つまりフルータリアン実験だね、本格的なフルータリアン実験。今まではちょっとまああのちょっと休憩したいっていうのもあったもんで、少しね塩水、ようやくあの塩水を、いやまあ塩水が必要だった、不老不死メソッドに塩水が必要だったっていう大きなあの成果だね、成果が得られたもんで、まあ、ここでちょっとゆっくりしたいなっていうのもあったし、あとまあ体脂肪率とか体重を増やしておきたいっていうのもあったし、まあその辺もあって、まあ、精神的にねちょっとゆっくりしたいっていうところがもう大きいんだけど、まあその辺もあってちょっとあのフルータリアン実験なんだけど、フルータリアンにまあ必要な準備段階っていうことにして、まあちょっと休憩がてら、休憩のような感じになってたんだわ。これが25日間だね長かったね。で明日からはあの本格的にフルータリアンの実験はまあ開始していくっていうところです。フルーツだけでやってみる、どうなるのか、まあそれをあの毎日ね記録取ってでフィードバックするってとこです。それやっていきます。そんな感じですね。まあそんなとこです。そしたら、絶食738日目完了です。それではまた明日。